製造 AI と自動化で世界のものづくり産業を変える。私たちがやりたいのは調達から物流までの、そういったサプライチェーンの完全自動化というのを目指していますので、まあ、それにはソフトウェアだけではなく、まあ、機械装置であったりだとか、クラウドの構築であったりっていういろいろな技術が必要になります。今の、 サプライチェーンというのは、まあ、大手メーカーさんに紐づいて、まあ、サプライヤーが、まあ、何百社何千社いるという状態で、例えば自動車ができたり携帯電話ができるという形をとっています。ですがその多くはほとんどが横のつながりもありませんし、完全自動化されていないと、人的リソースで何とか管理しているというような状態です。ですのでこれの弱点というのは、一旦有事または天災が起きてしまうとサプライチェーンが寸断されることで生産がストップしてしまうという事態になってしまいます。まあ、それを防ぐために私たちはサプライチェーンを完全自動化して、そのサプライチェーンの網目を、完全自動化の網目をどんどん張っていくということを実現しようと思っております。今もこの加工のプログラミングをしてくれる支援ソフトウェアなどがあるんですが、まあ、ずっと人がついていないといけないであるとか、またはその作業の工数が非常に大きいであるとか、または職人の間骨がやっぱり必要であるというところが大きなネックになっていますので、まあ、例えば1万円の製品を作るとすれば5000円から7000円がその加工プログラムの領域だというふうに言われています。ですのでここを完全自動化することで、まあ、職人の間骨に頼らない、またそれを属人的にさせないというところが私たちの使命になっています。既存の機械、工作機械ですと加工するごとに吐き出されるデータを吸い上げてそれを学習するということには、最適でないものが多いです。ですので私たち自身が工作機械を、開発して吸い上げたデータを AI で学習させて次の加工に生かすというところを実現するために我々独自の工作機械を開発しています。